山梨、静岡、神奈川の3つの県と国などは、富士山の噴火に備えた新たな避難基本計画を策定しました。噴火時に溶岩流が24時間以内に到達する地域の住民は、原則徒歩で避難とする一方、噴火前に自主避難する際は自家用車を使えることとしました。また、高齢者や障害者などは車での避難としています。